皆さんこんばんは、ロボラボです。すいません、ブレイブ合金バラタック修正動画です。視聴者さんに教えていただいて気づいたんですけれども、まずペンタゴラスの合体シーン、ここですね。4号と5号はコクピットを回転させるはずなんですけども、すいません忘れてました。そうそう、こうやって合体しないと中で横向きになって操縦してることになっちゃいますからね。これ編集し直して新しいのを上げようかなとも思ったんですけども、まあ、前の動画を消しちゃうとせっかく皆さんからいただいたコメントが見れなくなってしまうので、まあ、追加動画を作らせていただきました。と、僕太ももの向きを間違えたままそのままずっと撮影しちゃってまして、実はこのとんがってるところが前です。なのでもう一度このバラタックの勇姿を取り直させていただきます。僕のバラタックは関節強化型なんで何度でも立ちますよ。というわけで皆さん、いつも僕のサポートをしていただきありがとうございます。まあ、あんまり頼りすぎちゃいけないかもしれないんですが、また何かありましたらよろしくお願いします。じゃあお詫びに次回予告、祝超合金魂化ということで、大鉄人ワンセブンのおもちゃで遊びたいと思います。久しぶりに出したこのね、自動変形のワンセブン、完全に壊れてましたけれども、果たして僕は無事に修理することができるのでしょうか。お楽しみに。